大体お前車何年乗るの。ここんとこずっと乗ってねえじゃねえの。やめた方がいいよ。ずっとお前やめた方がいいよ。そんな運転で女の子乗せるなんて。おい、おはようございます。おはようございます。借り物だけど。よいしょ。で、夏休みとかは？聞いてないの？いや、そういうわけじゃないけどさ、悪いけどさ、免許取ったの2年前でさ、それから、ちぇっ、くそ、甘いのきゃ。それから何？ろくに乗ってないもんだから、勘取り戻すまで、ちょっとね。お母さんとも？うん、半年ぐらい。半年も話してないの？俺が悪いんだけど。そうよ、電話かけりゃいいじゃん迷惑そうなんだ、親が子供の電話を。だから向こうはね、俺がいなければとってもいいわけよ。兄貴は京都大学出て、じきに自分で建築事務所を開く勢いだし、妹は同志社の2年でいい女だしね。親父は公立高校の校長で、俺がいなきゃこんないい家はないわけよ。ん？なんか悲願でて子供みたい本当なんだってそんな嫌な人、親が口を聞きたくないほど。いらっしゃいませ。高校の頃そうだったんだ。中学の頃もね、親父が体裁ばっかり作るんだ。体裁のいい大学へ入れたかったり、兄貴を見習えとかね。ムカついて随分荒れたし、お袋泣かしたし、どこでもいいから俺がいなくなりゃどんなにいいだろうって、妹まで入ってうち中で喋ってるのを聞いたりね。だから大学は京都や大阪へ入る気はなかった。東京へ消えてやるっていう気分だった。でもそうそう俺なんか入れてくれねえし、結局今のとこ入ったんだけど。大学なんか入らないで就職しようとは思わなかった？ん？本当、本当はそれでいいんだけど、大学ぐらい出てねえと後で割り食うんじゃねえかなんてちょっとビビったわけ。もっとも今の大学出たってあんまり得にはなんねえけど、なんとなく4年目になって勉強もしねえし、だらしねえ。京都だなんて全然思わなかった。名前ないじゃん。うん、割と俺適応性あるんだなんだかん変な道行くのね。まあだって高速で帰るんじゃ面白くないから。心配。何が？どっかで止めて襲ったりして男の人って女性を車に乗せると多少ともそういうこと思うの？人によるんじゃないの。岩田さんは初めてじゃない、初めてドライブしてそこまでズーズーしかないよ。私たちね、普段授業で人間の体のことは何でもどんどん言ったりしてるでしょう。ああ驚くらしいの。誰が？外部の人が私たちの会話聞くと。
随分明け透けじゃないかって呆れたりするらしいの。だけどいちいち恥ずかしがってらんないでしょ。そりゃそうだ。病院へ実習に行くでしょ。そうすると一人の患者さん任せれるわけ。そうなの。体拭いたりシーツ取り替えたりいろいろするとわざと見せたがる人いるのよ。あ、男？そりゃそうよ。許せねえな、見せたがるなんて。何？こういうの持ってる人いるの。何？貸してくれたの。何それ？これ引っ張ると音がするわけ。あっ、落ちた。何も耳のそばで鳴らすことないだろう。俺が一体何をしたっていうの。こんなの自力じゃ上がんないよ。大体そんなの持ってくるってのが人を信用してないってんだよ。俺はそんなガツガツしてねえよ。女なんて何考えてんだよ。ほら、こっちもっと手伝えよ。何もそんなに怒ることないでしょ。誰のせいだと思ってんの。謝ったらいいだろう。謝る。自分のせいはないっていうの。運転してたのはそっちよ。私は指一歩触っちゃいないわよ。音を立てたろうが。音ぐらいでハンドル忘れたの誰よ。音ぐらいってあんな音。大体高速走ってかれば問題なかったのよ。どうしてこんな横道入ったのよ。ちっとは行きとは違う道の方がだな。嘘よ。何が嘘だよ。あれ何よ、あの看板なんなの。偶然だよ。わかるもんですか。お前にそんな魅力あると思ってんのか。なんですって。魅力がなけりゃなんで誘ったのよ。ホテルはあと5分よ。歩いてきたら恥ずかしいね。うわ、いい姉ちゃんじゃねえな。バーブだよ。おい、バーブだ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 。勝手にやるな。せーの、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 せーの。もしもし。あ、俺です、岩田。やだ、親戚だっていうから。そんな風に言った方がいいのかと思って。そういう感じなくもないけど。昨日はしらけたまま別れちまって。謝る。いや、そういう風に一方的に謝るっていうのはちょっと抵抗あるけど。私は謝るわ。あ、いや、そうならもちろん俺も謝るさ。だいたいこれそう思ってかけたんだから。まあ言ったな。なんかまたこじれるんじゃないかと思った。これからバイト。あ、眠っとこうと思ったけどよく眠れなくて電話したんだ。そう。これからも付き合ってよね。うん。じゃあ。大変ね、一晩中。うん、少しは仮眠するから。気をつけて。ああ、じゃあ。じゃあ切って。じゃあ。